あのさ、うん、YouTube 見てたら、うん、こういう風にするとアウトから来ちゃうからみたいなのを言ってる人が結構動画であって、うんうんうん、あそんなにアウトから来るの嫌なんだと思って知らなかったからそれを、うん、なんでかなと思って聞きたいと思ったんだよね。やっぱりね、そのアウトから来ると、うん、平井弘明のワンラップゴルフ、スライスも出やすいし、うん、球も上がらないし、あの潰すからね、うんうんうん、で左にそのまま引っ掛けまっすぐっていうのも出やすいから、うん、やっぱみんな嫌がる。ああそういうことか、うん、カット軌道になるってことね、クラブがアウトから来ると、うん、で言いたいこと2つ言っていい、うん、カット間違い、アウトサイドイン間違いが起こってんのね。あそうなの。そう、動画とかインスタとか見てると、うんうんうん、そうで、カットになってんの、悪いカットを前提に今話すよ、うん、悪いカットの、うん、何こういうカットが嫌だって言ってんのは、うん、体がこうやってカットになってるからね。クラブじゃないの。そう、クラブがアウトサイドインがいいから。あそうなの。そう、体は普通よこうやって、うん、そう、それに対してクラブがアウトサイドインになるからヘッドスピードも速くなるし、うん、上から来るからね、うん、それで球も潰れないしちゃんと上がるし、うん、捕まったフェードだったりストレートが出るのね。タケちゃんなんかそうだから。あそうなんだ。そう、タケちゃんはまあ両方ドローも打つけど、うん、そのフェードとか打つときは体の回転は普通だから、うん、クラブだけの話をしてるのね、うんうんうん、だけど世の中がアウトサイドインってもうそのクラブの軌道のことを言っちゃってるから、こういうことがダメって思っちゃうの。みんな体は普通でクラブだけはいいのよ。はいはいはい、はい、そう、そこまで言わないと。あ、じゃあ体がアウトサイドイン、そう、こうなるからね。そう、これだはダメよ、こんな動きないんだから。あ、そう、そういうこと。だから登録もそうやって勘違いしちゃうのよ。そうやっていう道具、あれがあるから。あそうなんだ。そう、じゃあ別にクラブの軌道はアウトサイドインでいいのね。全然いい、全然いい。もちろんまっすぐだったり、うん、インサイドアウトだったりやっていいんだけど、うん、そのアウトサイドインっていう今お題なんで、うん、アウトサイドインだったら、うん、クラブが多少アウトサイドインで体の回転普通だったら、うん、それめっちゃいいフェードが出るから。そういうこと。そう、なんだ、だいたいこうなるから。ってことはその裏返しで体だけインサイドアウトになってんのもダメなんだ。ダメ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 。でみんなインサイドアウトがいいっつってやってても体だけになってたら終わってるってこと。うん、そう、みんなインサイドアウトになって、うんうん、アウトサイドインになってってやってるけど、うんうんうん、体の面に対してはプレーンで振ってるからねみんな。へえ。そう、こうやって構えて、うん、こうやって体、うん、インサイドアウトから入れたくて体回すでしょ、うんうん、体まっすぐこっち向いてるじゃん、うんうん、ね、ここでまオンプレーンに振ってるだけだからターゲットに対してインサイドアウトに振ってんだけど、うんうんうん、体がこっち向いて振ってるから、うん、ガッチャガチャなわけよ。結局その体の面に対してインサイドに入れてこうやって放つからね。そう、だってターゲットに対してインサイドアウトに入れたいんだったらこのまままっすぐ振ったらインサイドアウトになるから、こうやってそっち向きゃね。そう、そう、それはそうだ。そう、だからインサイドアウトにする動きで体のパワーがどう変わるかとか、そういうんで球筋を変えてるわけだから。うん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 。だ、常にこう体の面と振る面がこうやってパラレルだったらどこ向いてたって一緒だから。そう、まっすぐなだけだ。そう、まっすぐ振ってるだけだから。ただターゲットに対してフェースが開いた閉じたを言ってるだけなのに、うん、軌道をインサイドアウトとかそういうことを言ってるからわけわかんなくなっちゃう。じゃあ、まあ、気にしなくていい。気にしなくていい。カタカナ使うなって話。あ、そういうこと？そう。なんだ。そう。気にしなくていいことが分かりました。全然いいよ、そんなの。そういうの気にしてるから上手くなんないの。気にしてるから、うん、体の動きがそのインサイドアウトだったりアウトサイドインになっちゃうんだ。そう。気にしちゃうから。そう。こうやってやるから。こうやってやるから。そんなの、どうでもいいから。そうか。それ、そういうのが、ね、言葉を知っちゃうと、体がそうなっちゃうんだ。そう。反応するからね、体は。経験者は。じゃなくてもクラブの動きだけいつも通り見ときゃいい。そうってこと。全然いい、全然いい。でそのクラブの動きをしたかったら、じゃあアドレスはスイングはでそこから変わっていくだけだから。そこだよね。じゃあなんで逆もないの、そのインサイドアウトが良くないわ、体がそうなっちゃってて。インサイドアウトにしろってみんな言うからね。それはなんでなんだろう。多分ドロー打ちたいから来てるよ、球を捕まえたいから来てる、球上げたいから来てる、その3つから絶対来てるから。じゃあそうなんだ、うん、その3つはそうだね、よく言うね。でもそうやろうとして、こうやってやって、こうなる、うん。いや、こうやってやったら、こうやってお片付けしなきゃいけないじゃん。うんうんうん、こうやってやって、みんなこうやってる。あ、
そりゃそうか、捕まえたいからか。そう。だからインサイドアウトが難しく感じる。インサイドアウトって体に楽してるから、難しいことではないの。へぇー。軸がこうなってれば。そうなんだ。そう、大体こうなるから。こうやって。後ろ向いたままやるから。だから反発が良すぎてチーピンしたり、そのまま右プッシュしたりする。うん、9割そういうスイングだけどね、みんな。で、大体ここが早いから。カーンつって。出るんだ。うん。もうそれ出るよね。こうやってやって、こうやって。打った気になるから。蹴ると？そう。自分が一生懸命やりましたって動きになるからね。うんうんうん、やった感があるから。そのアウトサイドインだと、やっぱり球上がんなかったり、捕まりづらくなったりするの？する。オーバースペックだとね。でも合ってれば全然全然普通。変わんない？変わんない変わんない。あの極度な軸がこうなってなかったら普通に上がるけどね。軌道が変わってるだけだから。あ、そうか。横スピンをどうするかだから。あ、縦は関係ないんだ。関係ない関係ない。これがアウトサイドインで軸がこうなったら低くなる。うんうんうん。このまんまの軸でアウトサイドインだったらロフトは変わらないじゃん。あ、本当だ。あそここっちに傾くから。そう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 。その理解です。ありがとうございます。そうだよね。前に傾いたらそれはだって。そう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 。下がるに決まってんね、角度。そう。そりゃそうだわ。ね。あ、そりゃそうだね。そりゃそうそりゃそう。だけどそっか軸が曲がってなかったらロフトは変わんないね。変わらない変わらない。そう。それは変わんない。こうそうそうだね。ね。あ、本当だ。うん、変わらない。だからインサイドの方が。うん、上がるような感じがすんだ。感じがするだけ。そういう気になってるだけ。で、しかもインサイドの方がクラブ下から来やすいから、余計にその上げるイメージが湧くからね。アッパースイングのイメージ、ね。そうです、そうです。で、そのサロンでやりたいのは、アウトサイドインにこうやって悩んでる方がいるんだったら、もう決定版あるから。あるんだ。これはもうオンラインサロンの方で。あ、そう。やらせていただきます。有料級なのね。だと思います、僕は。改善方法とこうやってアウトから入る理由っていうのをちょっとオンラインサロンの方でやらせていただきます。あれでも前さ、アウトサイドインでいいじゃないって言ったじゃん。いいじゃないいいじゃないいいじゃない。あれどういう内容だったんだっけ、もう覚えてないんだけどさ。あれは結局今の言ったことのほとんどで、結局今こうアウトから来るのがダメだから、インサイドから入れろとか言うじゃない、そうするとこういう弊害が出るわけじゃない、だからそれだったら全然アウトサイドインでフェードスライス系打って、それが10球で10球決まるんだったら、全然アウトサイドインでもいいですよ。距離が落ちるわけじゃないから。こう、アウトサイドインで例えばこうやったりとか、こうやったりするから、球筋がばらけるんで、それが治るんだったら、全然アウトサイドインでもいいですよっていう。ああ、軸が傾いてなかったら、じゃあまあ、なんだっていいのよ。好きに言ったらいいんだ。そうそうそう。だから、本当どちらかというと軌道よりも軸の方が大事ってこと。ああ、軸がちゃんとしてれば、まあ軌道はどっちでも。どっちでもいい、どっちでも。ちゃんと打てる。好きな。うん。まあ、軸がまっすぐキープできてれば、同じ人で、インサイドアウトもアウトサイドインも両方打てるけどね。あ、そうか。そう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 。例えば、打ちたい、飛ばしたいのが強い人だったら、こっちに傾きやすいの。だから、インサイドアウトができない。ああ、そうだね。そう。そういうのが出てきちゃう。そうか、そうか。そう。だから、まあ、無欲とは言わないけど、軸がしっかりこうキープできる人だったら、インサイドアウトもアウトサイドインも全然普通にできる。だから、こうやってやってみなってこと。こうも、こうもできるでしょって。はいはいはい。そう。それができるかどうか。うん。それがすごい大事。それはあんまり意識してやんない方がいいの？どっちっていうのは。自分がもともとそういうふうに振るみたいな、どっち寄りで振ってるっていうのがあればそれでいいってこと、そう、それでいい。極端じゃなきゃ。うん。で、それが、例えば持ち球を直したいとか、そういうんだったら意識して変えていいけども、まずカメラで何にも意識しないで振った時に、どう振るか。ああ、そうなんですね。もちろんアドレスで、こういうアドレスをしてる人は、アウトサイドインには触れない。インサイドアウトにしか触れない。こうやって、こうしか触れない。ああ、そっかそっか。で、こうやって、伸びてる、こうやってやる人、こういう人だったら、こうやって振っちゃうけど。ああ、そう、だからそういうのにも、そう、なりやすい方向があるっていう。格好、アドレスの格好でね。だからそれアドレスから直してあげたら、軌道も直りやすいし。ああ、そっかそっかそっか。別に軌道直すんじゃなくて、アドレスを直せば。直ってくる。ことが多い。大体でも、しっかりアドレスしてて、ボールとの距離しっかりしてれば、大体オンプレーになるんだけどね、まず最初。あ、そうなんだ。そうそう。どっちでもないのね。そうそう。欲とアドレスの丁寧さが欠けると、こっちからこっちからっていろいろある。あ、そうなんだ。そう。じゃああれだ、また YouTube の弊害で、まあ、そういうカタカナつけるからそういうことになっちゃうんだ。そうそうそう、全然なっちゃう。そういうことか。そう、まず文字捨ててって。
ゴルフに。X もしかり。そう。だからまずフローを叩こうっていうことから始まった方がいい。はいはい、やばいね、ゴルフって文字に負けてるね。そう。シャフトも含め。この間も文字だったでしょ、ね、文字だった。文字の動画、そう。そうなの。書いてなきゃいいんだよ、そもそも。そう。本当に。いいの、理論なんかいいの。理論自体はいいよ。いいけども、うん、まず当たらないんだったら。うん、そっから。当たらないんだったら、風呂。うん、そうだね。あ、気にする前に。そうだね。あ、気にしすぎてるから当たらないんだから。そうか、そうか、そうか、そうか。とりあえずヘッドをボールに当ててくださいって。いや、そう。で、自分の好きな力で当ててください。加減するでしょ、絶対。うん。うん、加減してんだもん、みんな見てて。気持ちよく振ってる人の方が少ないからね。なるほど、ね。そう。気持ちよく振れないんだから、何かが邪魔してんだから。大体脳みそだから。そうか、知っちゃうとダメだ、ね。そう。まずはっていうところですね。うん、はい。じゃあ今回はですね、アウトサイドインでもいいんじゃない2を取ってきました。そう、なんで、最初そんなに軌道っていうのは気にする必要なく、打ちたいように振っていただいて、で、出る球が気に入らない場合は、いろいろ、まあ、スイング軌道だったり、力感とかそういうものを変えていただいた方がいいと思うんですね。はい。じゃ気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。